はい、こんにちは、沖縄おぼですはい今度はみけさんがこんなところに入っております。はーい。えー、実はですね、今日ちょっとあの、配信する頻度は高くなりそうです。はい、えー、ちょっとね、いろいろご紹介したいものがあります。はい、えー、今回のね、ご紹介はね、あのー、かまぼこちゃんですね、かまぼこちゃん。はい、かまぼこちゃんのね、えー、まあ、いろんなね、 いろんな様々な天下のブツ,ブツですね。はい。天下のブツ,ブツにすべてね、えー、特許が取られていたというお話でございます。はい。まあね、あの、自分の作った、あの、自分でね、作ったあの会社の人たちはね、えー、特許を取るのも、まあ普通にあることですけどね。えー、それにしてもすごい量の特許です。はい。1個や2個じゃありませんということです。はい。 前々からね、これ噂されていたことなんですけど、ね、あの、例、例のね、あのー、あれで、あれでね、ええー、酸っぱいね、プロテインのあれでね、ええー、なんていうのかな、D のなんちゃらですね、D のなんちゃらがね、パズルのようにね、こう、こういうふうにね、こう、組み変わってしまった場合ですね、えー、その人は、あ,あの、特許をね、 今日取った人のものになっちゃうよーっていうお話ありましたよね。はい、あれは本当なんでしょうかね。どうなんでしょうかということです。 はい。ちなみにね、こうパズルのようにこう組み替わってしまうというそういう現象はですね、なんか末のね、末のね、でんデンデーでね、えー、もう論文が出ているみたいですね。はい。えー、まあそういうわけで、まあ、なんかね、怪しい新商品はね、こうむやみやたらにね、パクパク食べない方がいいですよっていうことですよね。つまりは。 まあそういうことです、さまざまなね、えー、特許がね、なんかあるみたいですね。まあ、企業としてはね、特許をいっぱい取っておいた方がね、えー、じゃぶんじゃぶんとね、こう、お金が入ってきますからね。はい、それは、あいいことなんでしょうけど、株主さんも儲かりますし、会社としてもね、ホックホックですからね。 しかしね、どうなんでしょうかということです。はい。えー、まあ、これもね、えー、コメンコメンのところにね、ペッタリンコーってしておきますので、ぜひ皆さん見に行ってください。えー、多分ね、私の話は何を言っているのかわからないと思いますからね。はい。まあ、そういうことです。はい。まあ、特許が取られているということですね。いろんなものに。それも1個や2個じゃなかったよということです。はい。 ええー、まあ、これだけ特許取ってればね、えー、お金もね、入ってくると思いますよ。はい。まあ、特許料って結構ね、結構しますからね、特許料っていうのは。はい。それを使うとね、特許料が生じてきますからね。まあ、そういうことでございます。 はい、えー、なのでね、えー、P ちゃんとかね、M ちゃんとかがね、おもうけしちゃうっていうことなんでしょうね。はい。まあ、こういうね、世の中の裏のこともね、わからないとね、えー、まあ、自分の身を守れませんから、はい。まあ、そういうことでございます。でもね、本当にあの噂本当なんでしょうかね。あ確かにね、えー、あれですよね、種なんかで、 D なんちゃらがね、こうパズルのように、こうね、え、みと変え変えてしまっしちゃった場合ね、え、特許が、あ、それは、その会社の特許のものだっていう風になるみたいですけどね、それがね、生き物の場合はどうなるんでしょうかということです。はい、面白いですね。はい、えー、いろいろね、えー、こう、 ね、こう、あれですけどね、裏がありそうですけど。はい、まあ、そういうことです。はい、えー、皆さんね、ぜひぜひ、この、ね、えー、元記事も見に行ってください。はい、それでは皆さんまた、沖縄おばばでした。はい、みきちゃん。おー、かわいいな。ピンクのおててがかわいいですね。ピンクのおててがね。はーい、ごきげんよう。